安全寺は、新潟県長岡市チベ別島を三丁目にある、天台宗の寺院。東急は七島。かつては、蔵王権限を祀る蔵王堂の別島寺であった。明治時代に、廃物希釈により一時廃絶したが、後に復興した。山道には、頼朝の塔と呼ばれる、開国六十六部の農協塔がある。和道元連に、総道明により、古四郡、二連元に回帰されたとされる。 ちなみに、この翌年に同じく、古史郡、ミレゲンに、座王堂が創設されている。座王村に移転した、年月不詳。天文12年に、当時の宝刀を分散して、安全寺が創立される。なお、安全寺の収支は、相当州。慶長19年、天海により天台州に改修。宝永元年5月に、中高の吉光僧城が自弱すると臨王寺宮。 御検体所となる。聖徳年中に、信濃川洪水により、廃城となった、蔵王道城跡地に移転し、蔵王道の別当寺として、蔵王道に奉仕する。安政2年に三余市の千春住職が新参するが、明治4年、蔵王道は、神儀として、金婦神社と解消され安全寺は、廃寺となる。明治18年に、千春住職により復興。その後、 後継者が途絶えたため、現在は上越市ご地の名声員が管理。境内の保存維持は地元有志が組織する座王道上史跡を守る会によって行われている。ありがとうございます。